こんにちは劇作家の重信です。エンスカーの土井です。よろしくお願いします。はいします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、光る君へ第十にはいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。いやー、あれですね。こう十話でこう一つ、なんかこう。つながったというか。そうですね。なりたところがまたちょっとこう欠けていくというか。うーん。ねえ。え 満ちるきかけていく月きみたいな感じのちょっとこう失っていくところで,したねうですね。というか。はい、行きましょうか。はい、はいえー、5分。まあ、たま、はい、さんがね、最初のところで看病するところですね。はい。まあ、なんかね、優しい、素晴らしい交流でしたね。はい、まあ、相手を思いやるっていう。うん で、まあ、それをまあまあ、真宙さんもちょっと見ているっていうところですよね。うん。あったですね。いい演技でしたね。いや、そうですね。うん。しかしまあ、お父さんもちょっと窮地というか。まあ、食レモンやっちゃったからね。そうですね。うん <laughs>。そこが一番痛いよな。<laughs> そうですよね。<う>れまあ、やっぱ真宙さんの生活もだいぶ変わりましたよね。うん。うんいろ。いろんな人をね、 だ出さなななきゃいけなくなってたからねうーんね、うん、そうですよね。家の仕事ねしてくれた人たちなんかも<え>そうですよね。でね自分でやるようになってたからね。うーん はい、で次が16分、道長さんと道綱さんのもう酒を飲みながらのところ。もうこの辺はね、はい、でもね、丁寧で繊細な交流だったんですよね。自分がこうやっぱりこう悪いことというか、その相手の気持ちを、まあ、もしかしかたら考えてなかったのかもしれないな、みたいな。なんかこう、うん、を知るっていういい演技でしたね。う,ん、うん。よかったと思います。あの出来の悪いお兄ちゃん、なんかちょっといい味が出てきますよね。なんかそうだね。 この一族の中では何て言うんですかね、なんかこうね、ちょっと、ね、トゲがないけどちょっと鬱屈としてるみたいなね、なんかちょっとこの家族のこう圧にこうちょっと潰されながらなんとかこう生きてるみたいなね、<laughs> いい味が出てるところですね。あまあ、だし全然この家族っぽくないもんね。そうですね。<laughs> うん、合わないでしょうね。全然合わないだろうな、これな。でも、彼は必死でなんかちょっと合わせようとしてるところがちょっとありますよね。う,よねうん、頑張ってね。ね、なんか多分ちょっと、うん、おかちさんにもイケイケ言われてるんでしょうね、あれはねグラで、ねね。うん <laughs>。ちょっと頑張んなきゃいけないけど、多分あんま向いてなさそうには見えるけど、みたいなところですよね。向いてないな、これな。うん、<laughs> そうなんですよね。 次が23分とも子さんとお父さんのところ強い行動がありますねついにとも子さんがこう自分の気持ちを言ったっていうねそうですねでまあお父さんお母さんまあいろいろそれぞれの反応があり、うん、すれ違いがありっていうドラマのあるいいとこでしたねそうですねでその背後にはひろさんだったりいろんな人たちがこう関わっているっていう結構決定的な,なんかこう あのー、間接的ではあるけど決定的なターニングポイントなんだよね、これね。まあ、多分本当にこう、ねえ、本当に決定的ですよね。<laughs> そうだね。いや、だって、うん、そうですね。そう,ねそう、道長、うん、と、まあ、結婚するんだっていうことに多分なるっていうね。そうだね。だ多分関係性はもう永遠に変わってしまうだろうっていうところですよね。そうだね。うん。 これね、しかも、とも子さんとまひろさんがすごくいい関係性を今持ってるっていうところがまたね、うんねうん、すごくいい三角関係ですよね。うん。はい。はい。で、次が34分。えー、まひろさんと、まあ、家族のところですよね。うん。まあ、あのーい、いろいろあった。 いろいろあってっていうか話はまだだけどあのー、距離感がどんどん近づいてるんですよね。で新しい、あのーまあ、家族じゃないけどな仲間というかね、うん、友達というかもうひろ、うん、さんの家に入ってきて温かい交流がありましたね。うん、でその後の道長さんのところはこう本当にねダメージが響く切ない交流でしたね。なんかこう駆け引きがあって ってこう笑おもすがる二人みたいなところで、うんえー、で結果はあまり良くなくてでまた真ろさんとのこの家族がまた近づいてというかそのあったかくなってというかね、うん、うんっていうところでしたねそうですねやっぱこう真ろと道長の関係性ですよね,ねお互いいに思いやっ ではいるんだけど、いろんな障害があって、いろんな壁があって、その模様達することができないっていうところなんです、ね。そうだね。うんうん、<う>でもあれだね、あのー、もう一ヶ月の三分の一ぐらいでね、はい。なんかこんなところもできちゃうんですね。まあでもそうですね、そうですね。うん、そう。でもどうなんじゃ、ただあれじゃないですか、こうマヒロさんがこう。 書物を書いたりっていうところまではまだまだ全然ストロークがあるんじゃないですかね。どうなんだろうどうなんだろうね。ねまだちょっとその片輪は、うん、まあ、ちょっとずつそのね、ね学識があったりとか、ね,ね代筆をしてたりとかっていうところで、ありはするけれどもっていうところですかね。うん、そうだね。ねえ。さあ、どういう風にに、ね、なっていくのか。ねえ。うんうん どうやって百年、二百年残る文学をね。ねえ。え <laughs> いやー、これね、でもそうですよね。うんうん、いやー、でもやっぱ、あれじゃないですか。こう、でも、この、ね、道中と、まひろが。多分、幸せだったら。多分。 作られなかったんじゃないですかね、源氏物語は。まあそうですね、まあ満たされてますからね, <laughs> ね。大体なんか満たされてる人はね、そんなね、多分偉大な文学作品を書くみたいなところで、<laughs> いや、まあ、まないですよ、ね至い。至らない、至らない、至らない。なんか多分、<laughs> ね紫式部のなんかこう、不遇の人生みたいなところがやっぱちょっとベースにあるみたいなところはね。まあね、あるよね。きっと多分あるでしょうね。うん、なんかそれをこうね、創作の方に向けて昇華していくというか。 ね、家向いていくっていうね。どうなんでしょうね。あとね、いや、弟もはでも気になりますよね、信の<ー>なんか、やっぱずっとチャランポランしてる感じですけどね。どうなんでしょうね。ねどうなっていくんだろうね。ねえどうなんですかね。いやー、ちょっとね、家族もね、どうなんですかね。 まあうまくいってほしいと思いつつ、きっとっていうところがあるんだろうけどね。うん。そうですね。ままで見てるところだと、あんまうまくいく、ちょっと将来ちょっと予測しがたいというか。したいけどね。そうですね。まあまあまあ、でもね、まあまあ、まだ3分の1ですからね。まあまあそうですね。はいはいはい。確かに。うん。そうですね。楽しみに待ってましょう。そうですね。そしてまあね、 こう道中ととも子さんのこう結婚がね、こうなったときに、それを知ったまひろはどうなってしまうのかっていうね、ねちょっとそのあたりも楽しみですよね。うん、ちょっとまあ深く傷つくんでしょうけど。うん、まあまあ、そうでしょうね、そうでしょうね、そりゃそうでしょう。 はいまあ、そんな光る君へ第10にはちょっとベストシーンを上げていきましょうか。うーん、これはちょっと難しかったんだけど、ちょっと今回は23分、ともこさんのところに上げようかなと思ってますああ、いいところですね。頃頃頃いや、これは結局、ともこさんが人生を変える選択をしたっていうところですよね。うん、そうですね。一歩踏み出したっていう、それはどういう形で一歩踏み出したで、まあ、お父さんとお母さんの、まあ、なんていうのかな、その反応の違いはね。 でも、それぞれ反応していて、特にまあお父さんはちょっとこう、そらしそうとしているっていうか、うん、かすれ違いは起こるんだけど、あのー、いい行動のある、いい演技でしたね、うんはい。で、この間接的だけど、これが非常にこう主人公のね、ヒロさんにだいぶ影響を与えるっていうところですよね。うん、いいところでしたねいやそうですね。うん そうなんですねお父さんはまあちょっとね、ひながとの結婚はまあそんなにいいとは思ってないんだけれどもっていうところですね。でも、たそれがあるからこそ、そのお父さんを変えようとして、ともくさんが必死にお願いをしていくっていう、自分、ね、の意思を示して変えていこうとするっていうところですよね。うん、そういうところだったですよね。うん、面白いう いやー、どうなっていくのか、またちょっと楽しみです。だねうん、いや、こう、真宙、不幸ターンですよね、多分ね、今ね。うねこういや。ねえ、そうですよね。うん、10話ぐらいがちょっとピークでこう満たされていったところ、そこからちょっとね、かけてってるタイミングですよね。そうだね,、うんねえ。どんだけ削られていくのかっていうね、うん、ところですよね。いや、ちょっとね、そういう描写もちょっと楽しみですよね。 まあヒロさんが、こう、打ちひしがれていくんでしょうけど、きっと。そうだね。ああ。いや、ちょっと楽しみなところでありますね。はい。というわけで、光る君への第12話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画、少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。